ピーチューブ。今日のビデオはですね、ちょっと洗濯用の石鹸を実は私うちでずっともう作ってるんですけど、どれだったかな、これか、こんな感じで、家で石鹸といろいろ他に混ぜて作ってるんですけど、まあちょっと残りが少なくなってきたので、今日は洗濯石鹸を作ろうかなと思います。でですね、まずなんか夫がホテル出張行った時に泊まって持って帰ってきたソープとかいろいろ溜まってくるんで、これを使います。これとあとなんかだいぶ前に金券があって引き換えたアイボリー石鹸の残りがこれ最後にあるんで、まあこれも使ってしまおうかなっていうのと、あとはこれボラックスを使います。ボラックスとこれね、ウォッシングソーダ。でもね、ウォッシングソーダちょっと残りが少ないから足りない分はベーキングソーダでちょっと補おうかなと思います。作り方は至って簡単で、まあここに石鹸をすりおろして入れて、ボラックスとウォッシングソーダを入れていくって感じです。なんでちょっと石鹸すりおろしていきます。あとなんかね、ホテルに泊まるでしょう、で泊まって石鹸を使ってちょっとなんかまだ残ってるけど、だからそのまま置いてきちゃったら多分捨てられちゃうんだろうなと思うので、こういうの持って帰ってきたりとかしてますけど、何でも石鹸はいいです。もらい物でいいです。なんでまあ普通にこうやって適当に石鹸をすりおろしていきます。これね、なんかね、これもともとパルメザンチーズをすりおろすのに買ったんですけど、結局チーズを食べるのやめてしまって、でもなんかまあレモンすりおろしたりするのに使おうかなと思って取っといて、でしばらくして洗濯石鹸専用になったっていうねあれなんですけど、まあそんな感じで、それでとりあえず石鹸をこんな感じですりおろしたら、ここの洗濯石鹸用の瓶に入れます。スプーン入ってるで、まあここに石鹸入れてすりおろしたやつで、ボラックスを入れます。でウォッシングソーダを同じ量ぐらい入れます。これに昔ね測ってやってたんですけど、最近はちょっと目分量でやるようになりました。で蓋閉めて、まあ均等に混ざるようにフリフリします。こうね。でまあこれで出来上がりという感じですね。こんな感じになって、まあ中のおまけについてきたスプーンを、多分これ洗剤についてきたんちゃうかな、なんかを使って、まあ、1杯2杯その時の汚れ具合とかによって使い分けてますけど、まあその家でもらい用の贈答用の石鹸の余りとかあったら、まあそれを使うというのも手ですし、あとはまあそうですね、ウォッシングソーダが手に入らない場合は多分重曹で全然大丈夫だと思います。なんかね、誰かのブログでクエン酸だけで洗濯物洗ってますっていうのを見たことがあって、わーすごいなと思ったんですけど、今のところ私はこれで手作りで石鹸をしております。というわけで今日のビデオは洗濯石鹸を作りましたということで、頭ちょっと切れててすみません。はい、ではまた皆さん次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。